おまけのお菓子、おまお菓子、はい、残り開けてないのがこれと、うん、そうですね、ジャバラ梅じゃないですか、ポテト、梅ポテト、まあこれはスタンダードに、あの想像つくな、うん、アドベンチャーワールドで買ったやつだから、パッケージが多分限定ですね、かわいい、うん、あそういうことか、パンダ、パンダかわいい、もうパンダ何匹もいるところだからこれ、うん、いや言い方やパンダ何匹もいて本当にすごかった、あんなにパンダいっぱいいるとこ見たことない、見てください、またなんかいるよ、ね、見てるよ、またなんか本当に成分表記を読むのが生きがいですから見すぎだなめちゃめちゃ見てる、めちゃめちゃ見てる、あら、新しばっかりしてさ何これを、あれこれは普通にポテトチップスなのかな、多分普通にポテトチップスですよこれ、いやこっちはあの裏面一緒なんですよ、うん、あの作りが、だからうるち米入りのやつだから、これ米粉のやつだ、あ、そうだそうだ、これはじゃこっちこっち行きますよ、こっちは開けてみる、はい、上じゃないけどこっちはこっちで蛇腹だから酸味が強そうですね、うん、うん、味は何味になるんですか、これは何だろう、え書いてないんですか、ジャバラですよ、ジャバラなんだけど、その、うん、まあ要は柑橘、ジャバラっていう柑橘なんだよね、まあすだちみたいな、そうそうそう、あ俺ジャバラって初めて聞いた、俺もそのジャバラっていうその単品を食ったことないんですよね、なんかみかんに該当するらしいよ、うん、みかんに該当するんですか、柚子でもすだちでもない、うん、とんでもない変なみかんが1本だけあった、その名はジャバラって書いてある、突然変種か、うん、とんでもない変なみかん、それの一番最初に食べるのがポテトチップスっていうね、でジャバラは北山村なのかな、うん、保有する登録商標なんだ、マジですか、商標登録されてる、商品の名前になるみたいだね、その品種名じゃないというか、いただきます、いただきましょうかね、不思議、ん、何これ、ん、何これ、ん、不思議な味、なんかこう、あ、柑橘ね、しょっぱい、でも酸っぱい匂いがする、酸っぱいさある、すだちともなんか違う、違う、今のイリノさんの感想が全部マジでその通り、うん、なんかさ、すだちほどさ、苦味っていうかさ、うん、酸味の強さはない、ね、ないないないね、うん、で、ちょっとやっぱみかんの風味するね、する、うん、甘い、うん、甘さは匂いがあるよね、こっちとこういうもののなんか中間にする、まだ青いみかんの皮の風味、ああそうだね、とこの酸味は梅にすごく近くないですか、梅パウダー使ってるこれ梅に似てる、ね、いや成分表に 梅パウダーあったらびっくりします、梅パウダーでもなんか梅っぽいさは感じるこれめちゃめちゃ梅の味しません、うん、いやするする、あ、ゆずレモンとかも入ってるんだ、あ、もう一応シーズニングとして入れてるね、そっかそっか、柑橘という柑橘がいろいろ入ってるんです、最後にジャバラパウダー、最後なんだ、ちょもう一回ちょっとこれちょっと甘みがあるのは米粉のせいなのかな、いや、あ、うん、桃食べてた俺なんか俺がだって俺が持ってるのをさ俺が持ってるのを見てそこから食べたから桃食いたいんだと思った、違う違う、今こっちの成分見てこっち食べたらびっくりしちゃった今、そうだろうね、脳がバグってましたね、なんか食べたことある味が脳がバグっちゃう、こんなにポテチ並んでたらもう分かんねえ、分かんなかった、もういいや、うまいうまいうまい、桃の味だったわ、びっくりした、最後にポテチ梅もいっておきますか、いやこれ絶対一番ね、普通のやつだから、米粉じゃないやつだから、うん、多分シンプルに、あポテチ、これでしょうね、あポテチ、見た目がもう、だからこれに関してはもう普通にコンビニで売ってるあの梅チップスとどう違うのかって話です、はい、うん、食ってみて、はい、はいはい、うんうんうん、おいしい、あの全国流通のやつより酸味が強い、多分、うん、梅パウダーの強みがね、うん、ありますね、あこれ美味しいね、うまい、うん、ちゃんと芋の味も生きてるんだよね、うんうんうん、やっぱポテチ鉄板だなへ、あのいろんなタイプあるじゃないですかポテトチップスにも、うん、
このギザギザタイプのやつと、うん、どれどれどれこれどれどれこれギザギザ、あ、これね、指全部こんな状態で刺してるどれが分からないどの指で俺に指示をどれで刺すのかなってこれね、うんうんうん、これがギザギザタイプで、うんうん、こっちはあのよくあるなんぞね、よくあるあの、うん、上げた感じがもう、うん、強く出てるタイプ、うん、どっちが好きかっていうと俺こっちが好きなんですよ、あ、こっちがね、油の味結構しっかりね、うん、そうそうそう、確かにそうだね、ギザギザタイプは味がよく染みるんですけどね、この溝のおかげで、ちなみに大人のパンダ1頭が1日に食べる竹の量はどれくらいでしょう。大人のパンダ1頭ですよね、うん、1、おやつ感覚なので意外と少ない3キロ、ね、うん、他のものとバランスよく食べて10キロ、うん、竹が主食なのでたっぷり食べる20キロ、竹をどのくらい食べるかですからね。いや、マジで竹食うの、うん、めちゃめちゃ食ってましたから行って20キロだと思いますよ俺、あ、20キロ、20ぐらい行っとるでしょ、竹だけ食べるんですかね、他のもの食べないのかな。なんかアドベンチャーワールド行った時には、うん、パンダの周りにはひたすら竹が敷き詰められてましたね、うん、絶対違うのも食うと思うけど、まあ何かしらおやつ的なものは食うんすかね、あ、うん、答えどこに書いてんだろうあーたたたた、ここにあった、クイズの答えは3、20キロでした。おお、正解、めちゃめちゃ食う和歌山、うん、めっちゃ食うね、めっちゃ食べるんですね竹ね。まあパンダね、その離乳食がタケノコっつってましたもんね、ちょっと柔らかい、うん、あ、そうなんですか。いや、そう、パンダフィギュア開けてた時に、うん、こんなでっかいタケノコこっかーいってて開けちゃったんだよ。あー、うん、あれか、どこでやってたやつね、そう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 離乳食って二人でびっくりした。あ、でもこれ一番結構好きだったかもこれ、うんうん、いや、シンプルにうまいですね。あとこれ俺が好きだったの、ゆずもなこれ美味しかった、これ美味しかった、これでも絶対お茶と食べてください、うん、うん、これはね、お土産で買うんだったらでかい箱買って帰った方がいいです。あ、この量じゃ足りねえな。確かに確かに、うん、確かに、あのね、この量でも全然いいけど、うん、もっと食べたくなるよね。もっと食べたい、これ、うん、パクパクいきたい、うん、で、この辺はあの賞味期限に気をつけて皆さん、ね、そうね、はい、そうね、うん、いや、でも通常より長く保管してただけだと思いますけどねそうなのよ、そう、あの普通すぐお土産ってね、すぐ渡すから、うん、長く置く人は、俺みたいに長く置く人は気をつけて、うん、ちょっと長めのやつは、ね、うん、それかもう賞味期限気にしない、うん、中村さんみたいにね、うん、うるせえな、なんでなんで俺が悪いみたいな言い方すごい、この飽食の時代にどっちが正しいのかいや、俺だろ判断するのはあなたです、うん、どれ下の方差し、下の方差しはい、じゃあ終わります、ありがとうございました、舞台も見てね、あ、これね、見てね